どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、9月に入りましたということで ANA ねクレジットカード入会キャンペーンまとめということでやっていきたいと思います。こちらね毎月出させていただいてますけども、 ANA のねクレジットカード入会検討されている方はねぜひ参考にしていただいて ANA マイルね取りこぼさないようにしていただけたらなというふうに思います。まずね ANA のクレジットカードね入会するときなんですけども、 ANA にはですねマイ友プログラムっていうものがありまして、 ANA のねクレジットカードを初めて発行する方が既存のね会員の方から紹介番号と名前をねいただいて、そちらを申請していただいて発行するとですね、一般カードなら500マイル、ゴールドカードなら2000マイル、プラチナカードなら5500マイルがねもらえるっていう風になりますんで、こちらね ANA の公式サイトで申請するわけなんですけども、ぜひねこちらも取りこぼさないでいただきたいなっていう風に思います。ですので ANA のねクレジットカードを発行する際はですね、周りに ANA のねクレジットカードを持ってる方ねいらっしゃらないか、ぜひね探してみていただけたらなという風に思います。もしねいらっしゃらないっていう場合はですね、私の方からね紹介させていただくっていう冗談はいつも言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね ANA のクレジットカード発行する際は周りの方にね保有されている方いらっしゃらないか一度探してみるようにしてください。まずね ANA JCB ソラチカカードとソラチカゴールドクレジットカードのねキャンペーンからね解説させていただきたいと思います。ソラチカカードの場合ですね、まずマイ友プログラムと JCB 側のキャンペーン、ポイントサイトの案件ということで30ドルねできますので、こちらね取りこぼさないようにしていただけたらなというふうに思います。ソラチカカードが年会費初年度無料、2年目以降が2000円というふうになっておりまして、ソラチカゴールドの方は年会費が1万4000円というふうになっております。まずねソラチカゴールドクレジットカードからね解説やっていきたいと思います。まずね JCB のキャンペーンですね、こちらエントリー必須というふうになっておりまして、概要欄にエントリーフォームね載せておきますんで、そちらからね申請するようにしてください。まず1つ目のキャンペーンですね、入会ボーナスで2000マイルですね。また期間中にねクレジットカード利用額に応じてマイルがもらえるキャンペーンがやっております。カード利用期間が7月1日から12月の31日までっていう風になっておりまして、10万円決済で1500マイル500ポイント50万円決済で6000マイル2000ポイント100万円以上で1万5000マイル5000ポイント200万円以上で2万4000マイル8000ポイント300万円以上で3万マイル1万ポイントということで、300万円ね決済した場合1万ポイントっていうふうにねこちら記載されているわけなんですけども、こちらですね時々ボーナスポイントっていうねポイントで付与されるわけなんですけども、それね直接 ANA マイルにね交換する場合3万マイルっていうふうになるわけなんですけども、これね一手間かけていただいてソラチカカードということですんで、こちらね東急メトロポイントっていうねポイントに交換することができますんで、そちらを通してですね ANA マイルに交換することによって、こちらね300万円以上ね決済でもらえる3万マイルって表示されているマイル数なんですけども、こちらはですね4万5000マイルっていう風になりますんで、ぜひねこちらのキャンペーン乗られる方は時々ボーナスポイントから東急ポイント ANA マイルっていうねルートで交換するようにしてください。結構ねバカにならないマイル数がねもらえますので、こちらのルートはですね確実に覚えておくようにしてください。次にですねキャッシング枠の設定と10枚の決済でね100オキドキポイントがもらえるっていうねキャンペーンもやっております。こちらはキャッシング枠がね設定していただいて10万円ね決済するだけというふうになっているんですけども、先ほどのルートで交換すると本来ね300マイルのところが450マイルにね交換することができます。次にポイントサイトの案件ですね、現在ポイントサイトポイントインカムでこちらのクレジットカードですね7500円分のポイントで案件出ておりますんで、こちら通してね発行していただくと7500円分ねポイントをもらうことができますんで、こちらですね東急ルートに交換すると5626マイルというふうに交換することができます。今回のキャンペーンですね、全て合計するとですねマイ友プログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、 JCB キャンペーンの利用とキャッシング枠設定で4万5450マイル、
ポイントサイトの案件で5625マイルですね。300マイルの、ね、決済分を入れると3万マイルということで、合計でね8万5000と75マイルがね獲得できるキャンペーンっていう風になります。こちらですね、クレジットカードのね利用額かなり多いですけども、その分ねマイルがたくさんもらえるっていったキャンペーンとなっております。次にソラチカカード一般カードの方ですね。こちらは先ほどのゴールドカードとね変更点については、クレジットカードのね利用でもらえるねキャンペーンのポイント数が変更っていう風になっておりまして、10万以上の決済で1500マイル500ポイント、50万円決済で6000マイル2000ポイント、100万以上の決済で1万5000マイル5000ポイントということで、クレジットカードのね利用額に応じてポイントがもらえます。こちらもですね100万円以上の決済で5000ポイントねもらえるという風になっているんですけども、この5000置き時ボーナスポイントっていうのも、こちらね東急メトロにね交換して ANA マイルに交換することによって、本来ね1万5000マイルのところが2万2500マイルにね交換することができますので、こちらもですねこのルート利用するようにしてください。それ以外に関してはですね、ソラチカゴールドとキャンペーンの変更点はありませんので、合計するとですねマイトモプログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイル、 JCB のキャンペーン全体で2万2950マイル、ポイントサイトの案件で5625マイル、100万円の決済分を入れると1万マイルということで、合計すると4万と75マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。ソラチカカードの方はですね、クレジットカードの利用額が100万円っていう風になっておりますんで、先ほどのゴールドカードと比べるとですね利用額ねかなり少なくなりますんで、狙いやすいかなっていった感じになります。それでは次にアメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードですね。こちらは ANA のねクレジットカードではないんですけども、たくさんねマイルがもらえるキャンペーンやっておりますんで、一緒にね紹介させていただいております。でアメックスのねクレジットカードという風になっておりますんで、既存の会員の方から紹介でね入会した方がお得という風になっておりますんで、解説するね獲得ポイントについても紹介でね入会した場合のポイント数という風になっておりますんで、その点ね覚えておくようにしてください。紹介で入会した場合はですね、アメックスビジネスカード、アメックスビジネスゴールドカード、どちらもですね初年度年会費無料でね維持することができるということになりますんで、紹介させていただくキャンペーンだけ狙ってねクレジットカードね利用することができます。またねこちらはビジネスカードという風になっているんですけども、こちらのクレジットカードはですね社会人の方でもね発行することができますんで、特にね必要書類とかねありませんので、その点ね覚えておくようにしてください。またアメックスのクレジットカードに関してはメンバーシップリワードプラスっていうね手数料年間3000円ねかかる制度があるんですけども、こちらを利用しないとですね ANA の還元率がね悪くなってしまいますんで、基本的にメインカードにされる方はですねこちらが必要っていう風になります。またね ANA マイルにね移行する場合、移行手数料がね5000円かかるっていう風になっておりますんで、こちらね両方入れると8000円必要っていう風になりますんで、この点もね覚えておくようにしてください。それではですね、アメックスビジネスカード一般カードの方からですね、入会後3ヶ月以内に20万円決済で7000ポイント、50万円決済で1万ポイント、50万円の決済分を入れて5000ポイントということで、合計するとね2万2000ポイントがね獲得できるっていう風になりまして、このままねこちら ANA マイルになりますんで、2万2000マイルがね獲得できるっていったキャンペーンという風になっております。またアメックスビジネスゴールドクレジットカードの場合は3ヶ月以内に20万円決済で6000ポイント、50万円決済で1万2000ポイント、また1年以内に200万円の決済で3万ポイント、200万円の決済分を入れると2万ポイントということで、こちら合計するとですね6万8000ポイント、6万8000マイルがね獲得できるっていったキャンペーンという風になります。まあね200万円の決済ということですんで、かなりね高額にはなるんですけども、1年間でね利用できるっていう方は狙ってみてもいいのかなっていう風に思います。またね ANA マイルにね交換上限っていうのが年間4万ポイントっていう風になりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。次にですね ANA アメックスクレジットカードと ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらも
アメックスのクレジットカードっていう風になりますんで、既存会員からの紹介ポイント数でね解説させていただいております。まず ANA アメックスの方なんですけども、 ANA アメックスの方は年会費が7000円、また ANA の移行手数料が年間6000円かかるクレジットカードっていう風になっております。でこちらもですね、クレジットカード利用でポイントがもらえます。1万円決済で500ポイント、20万円決済で3000ポイント、40万円決済で6500ポイント、40万円の決済分を入れて4000ポイントということで、こちらねキャンペーンをですね合計すると15500マイルっていう風になりまして、こちらにですね入会ボーナスとマイトンプログラムね入れるとですね、合計で17000マイルがねもらえるっていう風になります。次に ANA アメックスゴールですね、こちらは年会費3万1000円っていう風になっておりまして、こちらに関しては ANA のね移行手数料はかからないっていう風になっておりまして、こちらもねクレジットカード利用でポイントがもらえます。3ヶ月以内に1万円決済で1000ポイント、25万円決済で8000ポイント、50万円決済で1万8000ポイントということで、50万円のね決済分を入れて5000ポイントということで、合計で3万6000ポイントということで、そのままね ANA マイルになりますんで、3万6000マイルがねもらえるっていう風になります。ここにマイトモプログラムと入会ボーナスね入れると合計で4万マイルっていう風になります。それでは次に ANA ダイナースクレジットカードですね、年会費が27000円、こちらは ANA マイルね移行手数料はかからないクレジットカードっていう風になっております。 ANA ダイナースの方は2つからね選べる特典キャンペーンということで、2つね特典が用意されておりまして、A コースの場合は最大5万5000マイルが獲得できるキャンペーンという風になっておりまして、 B コースは初年度年会費無料プラス最大2万2000マイルがね獲得できるキャンペーンという風になっております。こちらのキャンペーンがですね2020年の9月30日まで申し込み分っていう風になっておりまして、クレジットカードをね利用するキャンペーンっていう風になってるんですけども、そちらの期間に関しては発行からね3ヶ月っていう風になっております。まずね最大5万5000マイルがもらえる A コースのねキャンペーンからですね、まず通常入会ボーナスで2000マイル、期間中30万円の利用で15000ポイント、60万円の決済で3万ポイント、60万円の決済分を入れて6000ポイント、家族カードとビジネスアカウントを入れて2000ポイントということで、こちらね合計で5万5000マイルがね獲得できるっていったキャンペーンという風になっております。次に B コースですね、通常入会ボーナスが2000マイル、期間中30万円の利用で年会費2万7000分が無料っていう風になります。また60万円の利用で1万2000マイルが獲得できるっていったキャンペーンになっておりまして、60万円の、ね、決済分を入れるとプラス6000マイル、家族カードとビジネスアカウントを、ね、入れてプラス2000マイルということで、合計するとですね年会費無料プラス合計2万2000マイルがね獲得できるキャンペーンという風になっております。 ANA ダイナスねクレジットカードで年会費がね初年度無料で維持できるっていうのはねかなりすごいのではないのかなという風に思っております。年会費をね支払ってても ANA マイルがたくさん欲しい方は A コースっていう風になるわけなんですけども、個人的にはですね年会費がかからないほどねありがたいことはねないかなという風に思いますんで、個人的にはですね B コースの方がおすすめっていう風になっております。またなんですけども、こちらの ANA ダイナスのねキャンペーンの注意事項なんですけども、キャンペーンでね今解説させていただいた家族カードとビジネスアカウントカードについては作成するとねマイルがねもらえるわけなんですけども、こちら有料っていう風になっておりまして、家族カードが6000円、ビジネスアカウント2000円という風になりますので、2つ合わせるとですね8000円払ってね2000マイルをもらうという形になりますので、こちらねよく検討してみていただけたらなという風に思います。ちょっとね8000円かかって2000マイルの回収ってねちょっともったいないかなというふうに思いますんで、こちらね見送ってもねいいのかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね2020年9月版の ANA クレジットカード入会キャンペーンまとめプラスアルファということで解説させていただきましたけども、2020年8月の時とですねほとんどキャンペーンは変わってないかと思うんですけども、ポイントサイトの案件が少しねポイント獲得が上がったぐらいですね、大した変更はなかったかなっていうふうに思います。で
2020年9月いっぱいでですね、 JCB のキャンペーンと ANA ダイナースのキャンペーンね、今月中で終わるというふうになりますんで、もしねこのキャンペーンを逃したくないという方はですね、ぜひね今月中に発行ねしていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこの感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボン、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。